バンコーク、バンコーク、できひんな、バンコーク。チャス、トトでございます。僕はですね、今、成田国際空港の第一ターミナルに来ております。で、今回なんですけども、まあ、サムネとね、タイトルにもあるので皆さんお分かりだと思うんですが、これから旅に出ますが、今回の行き先はタイになります。はい、こちらね、タイに関しては、まあ、僕がいつだ、ゴールデンウィークに行った以来なんで半年ぶりぐらいなんですけど、まあね、リクエストとかインスタの DM でも、かなりね、もう一回行ってくださいっていう声がね、多かったのもありますし、まあ、僕ももともとね、前回行った際に行ききれなかったとことか、撮りたかったとこが撮れなかったっていうのもあるので、まあ、今年年内にもう一回行こうかなと思ってたので、今回はこの9月のシルバーウィークのタイミングで今から行こうかなと思ってます。ただ今回に関してはタイだけじゃなくて、もう1カ国、トータル2カ国行く予定でございます。なので、今回はひとまず、タイに行って、タイで滞在して、その後に違う国といった形になりますが、ひとまずはタイについて、パタヤに移動します。でパタヤに行ってからバンコクに戻ってきて、また違う国といったようなスケジュールになります。で今回も、みんな大好きジップエアで、スワンナプーム空港に行きます。なので早速ですね、チェックイン等々をしていきたいなと思いますが、今回の、ね、動画は大変になりますが、ぜひですね、何本上がるかもね、ちょっと今何とも言えないんですけど、すべての動画をね、ぜひご覧になっていただきたいなと思ってます。といった感じで早速タイの Vlog を始めたいなと思います。スワンナプーム空港までレッツゴー。はい、ということで、チェックインと出国終わってきました。でも早速ですね、ボーディングゲートの方向かっております。今ね、今日9月の14日なんですけど、結構人います。はい、夕方なんですけど結構人いますね。でバンコク行きの飛行機も結構満席にほぼ近いんじゃないかなっていう感じです。はい、まあ、ひとまずはね、多分今回のこの動画に関しては、先ほども言ったかもしれないですけど、パタヤ到着までの動画となるので結構長くなると思うんですけど、まあね、いい感じにカット編集しながらお届けしたいなと思います。ちなみにバンコクはもうワクチン3回打ってれば何もいらないので、まあ、チャーッと行ってチャーッと入国できる感じかなと思います。はい、ということで、今ですね、スワンナプーム空港に着きました。で5ヶ月ぶりかな、5ヶ月ぶりのスワンナプーム空港でございます。まあなんか半年ぶりだけど、すごい久々な気もしなくもないし、なんか懐かしさもありつつって感じですけど、まあ、ひとまず今もう、スワンナプーム空港を着きました。で今時間がですね、タイ時間で9時半なので、日本時間だと11時半か、
っていう感じです。なので5時間半ぐらいのフライトですね。で、まあ、着きましたといったところでございます。で、今から入国と、荷物ピックアップして、今日はね、両替をしてから、ホテルの方を向かいたいなとは思ってます。でも SIM はもう、毎度最近の、ね、動画で僕よく出してますけど、今回も、KKDay というアプリで、SIM は手配して手元であるので、もう挿してます。なんで空港では、みんな大好き、みんな知ってる、ご存知のスーパーリッチで、空港で、1、2万ぐらいちょっと両替してからホテル向かいたいなと思います。なんでひとまずね、ちょっと入国と荷物のピックアップしていきたいなと思います。はい、ということで、スワンナプーム空港出てきました。でね、ここ分かるかな、ここ僕がね5月来た時はここにねずらーっとホテルのね送迎が、コロナのね隔離のために送迎があった場所なんですけども、何もなくなってちょっと寂しくなってますね。なんかこれはこれでいいことだけどちょっと寂しいですね。いやー、5ヶ月ぶりに来ましたが、送迎があったんで、空港をね歩くっていうことができなかったんで、初めてです。今僕これ地下降りてきてるの。両替、あれ B まで降りてきたけど、どこに両替があるの。スーパーリッチさん、スーパーリッチさんがどこにあるんですか。スーパーリッチさんはどちらですか。とりあえずスーパーリッチを見つけたので、スーパーリッチで今からいくらでしょうかな、2万円ほどしたいなと思います。はい、オープンか。でね、なんでかわかんないですけど、スーパーリッチもハッピーリッチもレート一緒なのに、ハッピーリッチがめちゃくちゃ並んでるっていう、なんでなんだろうね。ひとまず、はい、終わったんで早速麻生区の方に向かっていきたいなと思います。で、今回は、1泊目のホテルが、どこって言ったらいいのかな、プロンポンあたりです。プロンポン麻生区、周辺にあるホテルになります。正直名前は覚えてません。でちょっとテロップでね、後で出しておきますけど、でそこで1泊して明日の朝、何時、9時か、9時のバスで、パタヤに行きます。はい、でね、僕が降りる駅がね、マッカランだっけ、マッカランは違う、マッカランは酒の名前だよね、なんだっけ、マッカなんとかっていう駅で降ります。で、そこからもうグラブに乗っていくんですけど、そうホテルの位置がね絶妙にちょっと交通の便が悪くて、ただまあ明日ね江川前からバス乗るんで、それの条件でちょっと探したのがあるんで、あんま交通の便気にしなかったんですけど、ちょっと今回空港から行く分にはちょっと行きづらいですね。はい、ということで今とりあえずですね、マッカさん駅かな、マッカさんで合ってるのかな、確かマッカさん駅に着きました。麻生区プロンポンの上の方ですねに、降りました。でこっから正直ね、さっきも言ったかもしれないですけど、結構こっから電車乗ると、MRT 乗らなきゃいけないんですけど、めちゃくちゃ遠回りなんで、もうここから僕はグラブを呼びたいと思います。はい、なんで一旦外に出て道路を降りてグラブをねちょっと手配したいなと思ってます。そこからグラブ乗って、スクンビット通りを横切る感じ、またぐ感じで、上から下に降りてってホテルに向かいたいなと思ってます。Stay a while. I'll reach up to hold your
sunlit face feels like a handful of silk now. I'm in your warm embrace. Oh, I hope this feeling lasts till the oceans turn to glass and the world around us turns and fades to black. はい、ということで今ホテルにチェックインしました。バンコク、バンコク、できひんな、バンコク。はい、ということで、はい、もうちょっとテンション上げてはいるんですけど、まあ、ひとまず今、ホテルチェックインしました。で、ここのホテルはプロンポンから近いなのかな、近いなのかなっていうか近いのかな。はい、で、めっちゃ綺麗です。びっくりした。こんな綺麗だと思って、できたばっかなのかな、なんかねほんと綺麗で、一泊確かね僕こう3000円、ちょっと今多分テロップで出してると思うんですけど3000円ぐらいだったと思います。で、まあ、ここね一泊しか取ってないんですけど、ちょっと皆さんにねお見せしたいなと思います。でね、寝るだけなんで何でもいいやと思ってたらね、思いのほかめちゃくちゃ綺麗でびっくりした。なんか多分新築っすね。もう全然見ずに探したんですけど、まあ言ってもね部屋は正直狭いです。はい、で、まあ、ここはね、入り口になってるんですけど、で、まあ、ここがね入り口になってて、ここが水回りですね。で、ベッドがこれね多分ダブル以上、これキングサイズありますね。めっちゃでかい、キングサイズあって、もう普通にね綺麗なんですよ。で、ここにデスクあって、もうこの辺見たら分かるよね綺麗なのが、伝わりません。で、テレビがあってって感じですね。めちゃくちゃ綺麗。床は木のタイルというかフローリングみたいな感じですね。はい、なのでこれで3000円ぐらいです。ただ正直、あ、シャワーとトイレが一応、あ、仕切られてはいないのか、完全に仕切られてはいないですが、はい、もうここにガラスがありますね。シャワーとトイレ、洗面台、え、普通に綺麗だわこれ。はい、こんな感じでございます。めっちゃ綺麗、びっくりした。これで3000円ぐらいです、一泊。明るさもいいしね。まあね、部屋はちょっと正直狭いです。そんなに広くはない、うん、全然狭いですね。まあ、ただまあ本当に僕は大好きなインテリアしてるんで、僕はありですか。まあ、ということでね、一旦まあこのホテルで今日は一泊して、明日エカマイに行ってバスターミナルからバスでパタヤに行きますといった状況でございます。いや、このホテルでもいいな本当。おすすめします。これ立地はね良くないけど、立地は良くないけど物はいいです。はい、一応概要欄にもね、ホテル名とか載しとくんで、もし気になる方いたら概要欄見てください。てな感じで、ね、ちょっとね言ってももう何時だ、もう12時か、12時前なんで、ちょっともうグラブで飯頼みます。はい、ってことでグラブがやってきましたが、僕ね今ねこのガパオを頼んだんですよ。ガパオをね、レシートにもある通りガパオを頼んだんですよ。そしたら来たのが、そしたらね、パッタイと春巻きが来て、僕ね全く違うもん頼んでるんですよ。ほら、わかります？パッドカパオチキンノーチリって頼んだのに全然違うもん来てびっくり。いや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 食えるか、こんなパッタイ2人前春巻き、どうしよう。いや、こんなに食べれないよマジでどうすんのマジで。しゃあない、まあ、食べるけどさ、とりあえずパッタイをね食べますが、
いやいやいや、ガパオ、もう俺の胃がガパオムードやったのにさ。うん、うまいうまいわ。一応ね、なんか評価高かったんですよ、ここ。評価高いとこ選んだんですけど、いや、こんなに食えるかな。うん、うまい。てか、マジこんなにもう絶対食べれないよ。やっとパッタイ、これあれだよ、一人前完食無理だよ。ちっちゃい。まあでも俺が頼んだわけちゃうすね。絶対これミスやろ。多分逆に俺のガパをが来なかった人いるんじゃない、これ。これ実際頼んだ人が。ドライバーが間違えて。いやもう、さすがにもう食えんよ。きついわ。無理。これはもう俺が悪くない。春巻きはちょっと頑張って食べるけど。うん。パッタイは2人前無理。はい、おはようございます。ということで、ホテルを今ね、ここですね、チェックアウトしてきました。これね、めちゃめちゃ良かった。綺麗、ね、外観ももちろん綺麗だし、中も綺麗だし、ね、隣にね、カフェが併設してて、まあ、朝何時からやってるかちょっと分かんないんだけど、今ね、朝8時半でまだやってないんだけど、カフェも併設してるし、コンビニも近いし、結構便利だと思います。僕はちょっとおすすめしたいなと思いました。はい、てな感じで、こっからね、エカマエに行って、バス乗って、パタヤ、はい、パタヤに今から行きたいなと思います。で、グラブをね、今から呼ぶんで、早速呼んでね、待ちたいなと思います。はい、ですね、グラブが全く捕まらず、マジギリギリで着きました。今、8時58分で、9時のバスに乗ります。今からとりあえず急いで行きます。パタヤ、パタヤ、乗れましたが、満席でございます。はい。いやー、ちょっと後で喋ろうかなと思いますが、一旦ね、バスに乗って、2時間半ぐらいかな、のバス旅で、今から行きたいなと思います。ちなみに、朝食も食べてませんし、飲み物も手元にありませんし、防寒対策だけはもありますっていう感じなんで、ちょっとねバタバタでしたが、とりあえず今から行きたいなと思います。はい、ということでパタヤのバスターミナル到着しました。で、ここからですね、ちょっとねまだ時間早いんだけど、一旦チェックアウトできるかどうか、ホテルまで、ね、行っちゃいたいなと思います。でもチェックアウトできなかったら、荷物預けて、ちょっと出て行きたいなと思うんですけど、まあ、ひとまずはね、ホテル向かって行きたいなと思います。はい、ということで一応ね、後ろが、レセプションなんですけど、あとね、チェックインがちょっとまだできなくて、荷物だけ預けました。
でここねめちゃくちゃいいね、綺麗だわ。ちょっとねホテルレビューできるかどうかわかんないんですけど、まあねこんな感じのなんか水のせせらぎがあったり、これがエントランスなんですけど、まあ、結構ねこじんまりとはしているものの、なんか結構広々としている感じが、まあ、ガラスで周りがね囲われてるってのもあるんですけど、でここにこう休憩するスポットがあったりとか、まあ、こんな感じですね。はい、結構めちゃくちゃいいホテルだと思います。綺麗です。はい、でここのホテルの名前がねアンバーパタヤかな。はい、こちらですね。はい、アンバーパタヤでございます。1泊4000円ぐらいだったと思いますが、結構おすすめです。綺麗でプールもついてます。で、ね、一応ホテル紹介もしできたらしたいなとは思うんですけど、まあ、今ちょっとすぐに中に入れないんでね、このどっから撮ったっけ、成田空港からか、成田空港から、バンコク一泊してパタヤ到着っていうね、ちょっと出発到着までの動画にはなりますが、この動画はここで終わりたいなと思います。で引き続きですね、僕の方は、パタヤに滞在をしていくので、パタヤの動画を上げつつ、その後はねバンコク編になると思います。なので今回ね、タイ Vlog は今年2回目2発目になりますが、ぜひ、お楽しみいただけると幸いでございます。といったところで今回のこの動画はここで終わりたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。